早速ドレス見ていこうかなと思います、はい、でタキシードは2階にご用意しておりますので、はい、まず2階上がって試着を進めていきましょう、はい、あのお見積もり LINE で送らせていただいてその後なんかご不明点とかあったりします？金額だけしかあんまりちゃんとはっきり 見えてなかったんですけどあの元々お伝えいただいた内容とそんなに、はい、まあ、大きな乖離もなかったの で、 そうです、ね、はい、お客様ヘアセットとかって明日 あ僕ですか、はいはい、一応見積もりには入れてみたんですけど、入れてるんですね、はい、どの程度のヘアセットしてくれるんですか？なんかアイロンとかワックスとかして、髪は自分でしたもんね。ああ、僕多分テンパなんで、あの多分扱い結構大変だと思うので自分でやります。わかりました、はい、じゃあヘアセットの分だけ抜きますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもうそんな感じでいきましょうか。はい、はい、ではじゃあお願いします。お願いします。持ってきました。あ、どのタイプでも着れるかなと思うんですけど、なんか袖とかがこう長袖ついてるとこうユニフォームの下からこの袖が見えるっていう。わー、袖はやめときます。どんなマーメイドあれでしたかね、レースついててみたいな、なんかこうなんていうか、裾の方に向けてボリュームが出るようなあるじゃないですか。あ、なんかこう膨らむような、なんかこうここだけはタイトなんですけど、これちょっとこれ外せる、これちょっとないこととしてこういう感じですかね。深くのお席を使ったんですけど、お嫁さんなのなかったんですよ。で作らせていただいて、どこからどう見てるのコンサファンは来たがるかも、うん、この後ろのフリルも縦じま感がすごいしっかり出るので、着るだけ着るのかどっちどっちがいい、ワンちゃんもしかしたらそれこれがいいって言うかもしれない。白を置いていや、もしかしたらね、左ですね。かもしれないけど、でもなんかボディラインとかがスッキリ見えるのは割とこっちの方もおすすめではあります。どっちも着てみてもいいですか？そうですね。はい、わかりました。先にじゃあ顔を捌いちゃいますまさかの体そうしめちゃめちゃ面白いねこれすごいすごいね。あ、赤黒かわいいじゃん。意外と、うん、すごく良いと思いますよ。こんな感じです。でも思ってた以上にあれだね、うん、なんかさっきも言ってたけど王道の形、うん、かわいい。え、めっちゃかわいい。あ、ね、似合いますね。似合いますね。すごくいいと思います。こっちとさ合うくない、これ黒入ってるから。黒、まあさっきも入ってたけど大人ですね、もうここまで来ると。あー、まあ、王道だよね。はい、すごい、じゃない、王道ですよ、王道ですよ。でも綺麗だね。いいんじゃないですか、うん、見た？ OK、 次行きます。あ、見たよよ。おお、上品。やっぱ違うよね。あの骨格が綺麗に見える。うん、ここが違うよね。うん、マーメイド。おお。望んでたやつじゃないの。いいんじゃないですか。これが
馬場選手が着てくるんですね。そうです。一応お色味としてはカーキ色、クリスティーナのオリジナルで作ったやつですね。はい、これめっちゃおしゃれだなと思ってます。モデルがモデルがすごいからね。すごく大反響でした。そうですよね。はい、もしかしてこれが第八。そうです。岡村第八選手が着てるんですか。大人気の。そうですよね。拝んでるサポーターの方いましたよ。確かに女性人気がみんな高いですから ね、 ですね。このタキシードはあのネクタイとそれから蝶ネクタイと、はい、お好きな方でお選びいただけるので、はいはい、まだちょっとどうしてもこの蝶ネクタイの方が可愛いって言われちゃう方多いんですけど、色としてはあのブラウンなんですが、イメージはちょっとこうビターなカフェオレな感じですね。かっこいい。あんまないですよね。はい、ベストの襟のところもこう黒の査定を入れてるので、ピ、うんうん、ッと締まるようになってて、うんうんうん、すごく。なんか僕これ去年2022年の、はい、あのセカンドタイプのユニフォームにちょっと似てるなと思ってますよ。あ、それ初めて言われました、はい、そのユニフォームにもなんか彷彿するようなイメージかなと思って、いただいてもいいですか。すごい、なるほど、かっこいいなと思ってます。嬉しいです。これもオリジナルブランドで作成したものなので。みらいいじゃないでしょうか。どうですか。うん、いいよ。素敵じゃないな。ちち。俺らあとプラス2時間見せて。悩まれる方は本当に悩まれますから。本当にあの90周年ありがとうございます。またいい答え取れましたかね。はい、編集大変じゃないですか。あ、万が一なんですけど、はい、天気がザーッときたら、来た場合ってどういう感じになるんですか。ものすごいザーッて降ったらさすがに撮影はできないんですけど、ですよね、正直撮影はします。ですよね。はい、いやなんかそれで行けるならありがたいなと思って。うん、全然、はい、明日。はい。始め。まあなんか行けそうな気がしてきました。うん、はい。40分ぐらいだったんですよね。うんうん、そうです。今絶望しだもん。絶望し。今日夕方絶望し。大望しだよな。いや、わかります。天気大事ですね。っていうよりかはあれだよな。あの私3週4週ぐらい結構ダイエットが頑張ってたので。やっぱね。はいはい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。はい、よし、では、はい、あったりよろしくお願いします。おはようございます。ただいまの時刻5時30分でございます。実はですね、コンサドーレフォトウェディングは朝撮ってるんです。朝早いんです。そうです。これからの支度をして、宮野さんに向かいたいと思いますので、今日もぜひよろしくお願いします。あ、すごい。大粒の。
大丈夫かな果たして撮影が進むのか何だいい声え、めっちゃ雨止んだよん。皆さんで、お二人の方見ていただいて、皆さん話してますね。貴重ですね。宮の沢のピッチでこういう感じで撮影しました。季節的にも終わりました。今からミスティーナに戻ります。すみません、お疲れ様でした。